はい、こんにちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。今日もお昼休みにやっていきます。オードリータン、デジタルと AI の未来を語るというこの本を読んでの感想とか、ちょっとしたポイントみたいなのをお伝えしています。今日は第3章の2回目中編なんですけれども、第3章はデジタル民主主義、国と国民が双方向で議論できる環境を整えるということで、そこをのこう具体例なんかも書いてあったりとか、あと、オードリー・タンさんがどういうふうにして、政府の仕事に関わっていくようになったかみたいなお話があります。で、この中編って私が勝手に中編にしてるんですけど、第3章の中編にね、出てくる李登輝さんっていう台湾の、1990年に総統に就任された方で、先日というか去年かな、お亡くなりになったんですけれども、私もこの李登輝さんの映画を見に行きました。で、すごくね、本当に国民党ので選出されていたんですけれども、何ですかね、その台湾って昔戒厳令があって、そこからどういうふうに民主化に向かっていったかっていうところで、いろいろ学生たちの運動があったりとかするんですが、この李登輝さんがね、本当に台湾の民主主義の、何でしょうね、なんかすごいこうポイントとなっている方で、で、この李登輝さんはこの自分が何をしたいかっていうことではなくて、本当に総統になられてからは台湾の人々が何を欲しているのかっていうところをね、本当にこうよく聞いて汲み取ってやっていった。で、選挙の時には For the People っていうことだったんだけれども、その自分が総統になってからは、そういう人々のためにっていうんじゃなくて With the People っていうことで、本当に人々と一緒にやっていくっていうことをものすごくされていったということなんですね。で、台湾は民主化というものと、あと、国際化ということにとても、力を注いでいったわけなんですけれども、今回のこの COVID-19 のね、新型コロナウイルスの、何でしょうね、対応とかも台湾は素晴らしく今頑張っていて成果を上げてるんですが、で、自分の国だけじゃなくって、他の国、国際的にも助けられるんです、お手伝いができますっていうことをすごく言われています。なんていうのかな、本当にお互い様の精神ってここに書いてありましたけど、日本でも東日本の大震災があった時に台湾から本当にたくさんの義援金が送られてきて、もうすぐ10年になりますが、漫画家の人たちがね、日本の漫画家の人たちが本当にその感謝の気持ちを込めて、ご自分で色紙とかなんかわかんないですけど、そういうのに書いて、シェシェ台湾っていうのを書いて送って、今台湾で展示されているんですが、なんかその本当に困った時はお互い様っていう精神がものすごくこう台湾の中にあって、国際社会に貢献できるんだ、したいんだっていうことが言われています。で、台湾は、WHO に入っていないので、今回の新型コロナウイルスの情報とかもすごくたくさん割と初期の頃に持っていたんだけれども、それをうまくこう国際社会でシェアすることができなかった、立場的にできなかったっていうのがあって、このあたりももう何ですかね、本当にアメリカとか日本も一緒になって世界の健康とか、公衆衛生とかのために、政治的な目的っていうよりもそっちのために一緒に力をね、出していければいいんじゃないかなと私は考えています。で、この李登輝さんが言っていた新台湾人という概念っていうのが、もう、彼は亡くなってしまったわけなんですけれども、どん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 台湾の中にも他の国からやってくる人とか、労働、仕事をするためにやってくる人とか、その後そのまま台湾に残る人々とかいて、そういう人たちがまた新台湾人というふうに、李登輝さんがいた時に使われていた新台湾人とはちょっと違うかもしれませんけれども、今もそういうふうに使われているということです。で、このオードリー・タンさんが政務委員になっていくきっかけの話なんかがここの3章に書かれているんですが、やっぱり、選挙の重要性、ご自分がね、最初に選挙に行った時にすごく小さな選挙ですよね。なんかちょっと日本では何人当たるのかな、市会議員、村会議員とかそういう感じですかね。なんか小さな選挙で
自分が入れた人が一票差で当選したそうなんですね。だから本当にこの一票っていうのがすごくいろんなものを変えていくっていうことをその時に実感されたそうです。でデジタル政担当政務委員を受ける時に3つの条件を出されたということで、これは非常に重要なポイントだと思うんですけれども、まずは行政院に限らず他の場所でも働く仕事することを認めてくださいって、兼業 OK にしてくださいってことですね。他の場所でも活躍できるようにということと、2つ目、私これがすごい重要だと思うんですが、出席するすべての会議とかイベント、それからメディアとかメディアのこうインタビューとかですね、それから納税者とのやり取りっていうものをすべて公開する、録音したりとか公開する。だからオードリー・タンさんがインタビューを受けたものは本当にこういろんなところでネットとかいろんなところで見られるようになっています。で3つ目が、フラットな立場から誰かに命令されるとか誰かに命令するとかそういうのではなく、フラットな立場からアドバイスを行うっていうことを条件として、でその条件を OK だよっていうことで、飲んでもらったので、行政担当、デジタル担当政務委員を今引き受けているということなんですね。でこのデジタル政務担当委員って、なんかデジタル庁の長官かっていうと、なんかちょっとそういうのとは違っていて、私この間、ゼネラリストとスペシャリストっていう話を、何だったかな、知覚心理学の中でお話したんですけれども、スペシャリストってすごい専門家ですよね。でゼネラリストはこう広い知覚を持っていろいろやっていく人なんですが、このオードリー・タンさんはなんかスペシャルゼネラリストだなって思っていて、もう専門性もすごく深いところを持っているんだけれども、その自分の専門性のところだけじゃなくて、ものすごく人の話を聞くとか傾聴するですね、それから違う分野の人の話を聞くということをすることによって、すごく広い知覚を持って、あっちとこっちをつなぐことができる人、本当にそういう、ネットワークのハブになれる人っていうことなんだと思うんですね。そういう立場で今も政府の中でいろんなところをつないでいって、そしてそれをデジタルを使って政府内だけじゃなくって、台湾の人々の小さな意見もすくい上げることのできるようなプラットフォームを作ったりとかされているんだと思います。だから何でしょうかね、縦横無尽というか、縦にも横にも斜めにも、そしてあっちの方にも面白い人がいるぞとか、あっちの方で困っている人がいるぞとか、こっちの意見を採用していくとどうですかっていうのをまた、みんなに投げ返していくっていうようなシステムを作っているみたいに私は感じました。でインターネットの登場によって本当に誰もが発信できるようになっています。昔だ、私も今こうやってライブ配信をしているわけなんですけれども、昔だったらやっぱりテレビとか新聞とか雑誌とか、そういう一部の人とか一部のなんか媒体でしか発信できなかったのが、誰でも発信しようと思ったらできるようになってきていて、これはすごく民主的なんじゃないかっていうことなんですね。でもう一つは独学ができるようになっている、インターネットによっていろんなところの知識を自分でやる気さえあれば調べていって独学をすることができるっていう、これはすごく重要なことだと思います。で、この台湾の中に、PDIS っていう政府のパブリックデジタルイノベーションスペースっていうのが、プラットフォームがあって、そこにね、こういろんな少数意見がを挙げて、こういうことで困ってますとか、なんかそういうのいろいろ挙げられるそうなんですが、その中で何ですかね、2ヶ月以内に5000人が賛同した場合っていうのは、必ず政府が政策に反映するっていうルールがあるそうなんですね。だから政府にとっての義務になるわけです。だから少数意見であっても、その意見を挙げた人がこうちゃんと説明をして、周りの人たち、聞いている人たちが賛同して、あ、それはそうだ、これは政府に言って、政策にしてもらいたいっていうふうに賛同する人が2ヶ月以内に5000人、集まると、政府は政策に反映しないといけないっていう、これ素晴らしいですよね。日本でもぜひこういうものを作ってほしいなとかって思いました。で、もちろんこのルールを作るまでにはやっぱ結構大変だったみたいなんですけれども、でこの政府に挙げたら、政府がやらないといけないっていう、それだけではなくて、その5000人とネット上でミーティングを行ったりとか、あと
こういうふうになりましたっていうものをまたネットでね、その5000人に返して、ネットっていうかメールとかで返していくっていうのこう透明性があるというのがとてもいいと思います。で、例えばそのネット上でね、5000人が賛同するときに5000分の1の、例えば私が5000分の1の人だとしたら、なんかそこでこう賛同するとかボタンを押すのかわかんないですけど、意見を書くとかでっていうこの手間っていうのは、私も時々やるんですけど、政府の、パブリックコメントに意見を書くみたいなのね、ちょっとやったりするんですけど、そういうパブリックコメントを書くとか、あと誰か政治家に嘆願書を書くとか、メールを送るとかっていうのは、手間としてはあんまり変わらないわけですよね。手間としてはあんまり変わらないけれども、その政府にメールを1本、送るっていうのと、でも担当者が読むとは思うんですけど、そんなにこう影響力も少ないし、なおかつその広く社会に知らせるっていうことはできないですよね。だからこのパブリックデジタルイノベーションスペースって PDIS っていう台湾のね、プラットフォーム、政治的な、政策的なものを話し合う、こういう困っていること、こういうことがあるんですっていうようなものを上げていくプラットフォームがあるっていうのは非常にいいと思いました。で、傾聴の民主主義っていうふうに書かれていますが、傾聴、よく聞くことですね。この本当に、国民の声というかね、人々の声、困っている声に耳を傾ける。で、日本でもやっぱりその何でしょうね、いろんな団体はあるし、困っている人のことにこう耳を傾けている団体とか人とかはいると思うんですけど、ただちゃんとそれが政策に生かされるような現実化する方法を取らないとダメなんですよね。なんか政府は何をやってるんだとか、ダメだとかっていう反対ばっかりしていても伝わっていかないし、もちろん反対していいんですけど、じゃあどうやったらそれが実現するのかって、やっぱり政治って数の論理で動いているので、じゃあどうやったら賛同する人を集められるのか、数が集まったら政治家も耳を傾けざるを得ないっていうふうになるので、そういうことをやっていく必要が、まあ、日本ではあるのかなって思いました。はい、ちょっとコメントがもしかしたら来てるのかな、ちょっと見ていきます。本当ね、日本の民主主義頑張れって感じですよね。ただなんかうまい使い方とかができていくといいんだと思うんですけど、まずはちょっと一つ古いものをね、なんとか壊していかないとダメなのかなっていう感じはしますよね、日本の場合は。まあ、台湾もだから今すごい民主主義で国民の声が届きやすくはなってるんですが、それはいきなりできたものではなくて、まあ、前回とか前々回にお話したようにも、みんながすごく頑張って、勝ち取ってきたっていうものなんですよね。で、日本の場合はなんか民主主義を勝ち取ってきたという意識があんまりないので、ここからやっぱり考えていかないといけないかなと思いました。じゃあコメントはないようなので、今日はこれで終わります。ではでは、ちょっと次の水曜日はできないので、また